はい、おはようございます。おはようございます。車の人びっくりするんでやめてください。おはようございます。おはようございます。坂本さんぐらいの声でお願いします。はい、ファッションリーダーを坂本でございます。はい、本日は岐阜の、はい、ザ・ラゲッジ、あの洋服屋さん、はい、別に案件とかなんでもないんだけど、はい、単純に、まあ、今日俺が来たかったので、はい、坂本ちゃんに服センスあるじゃん。確かに。ああ、で一応教えてよ。お前と2回ぐらい来たんだよな、ぶっちゃけ。そうですね。これ紹介してくれたのは、まあ、とある俺の同級生で、その子はまあちょっと動画出るのは NG が出たからついてこないんだなって、はい、まあ他に頼るところは坂本ちゃんしかいないでしょ。社長もでまたセンスがいろいろ選んでいけるから、はい、ちょっと行ってみましょうか早速。はい、じゃあ早速。6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。岐阜ザ・ラゲッジね。はい、あ、こんにちは。めちゃめちゃなんか不自然じゃないですか。すいません。今日なんかいろいろ見させていただきたいな。そうそう、サボちゃん初だもんね。そうだね、初ですね。あ、そうそう、これらでディスプレイ見てるの。あー、ディスプレイ。メントラーで入っちゃったね。5歳のディスプレイが入ってんじゃねえ。いや、メントラーかかれた。若者が履くズボンなの。いや、若者が履いとるのはちょっとおかしい。10代から70の。そうやね、まだだって若者買えんでしょ。ジュースってね、もともとドルチェ&ガッパーナのデザイナーで修行した子。あ、そうなの。そうそうそう。違います。本当に違います。違います。違います。もともとドルチェ&ガッパーナ。全然違います。ジンゼルの社長がいろんなデザイナーを、うん、チームで使って、それがジンゼルのコレクションです。ジンゼルは、前はデザインチームっていうので作ってた。あ、ディーゼル自体その中に D スクエアドも行ったり、はいはいはい、ソフィア・コラサキとか、はいはい、ナルダ・マルジェラとか、みんなそこに行ったんです。はいはい、でそのレンソンが育て上げて、うん、ミラーコレクションにデビュー。ああ、そういうことだったんですか。でオーナーもレンソーで、うん、18年っていう契約をしてる。ああ、そうなんですか。マルジェラメンはすごい人気ありますもんね。だからついてけん、ついてけん。D スクエアとうち1999年からやってるので。え、1999年。あんまり数字とカタカナでやるのここちょっとうんちくどこじゃないんで僕主役なんですけど。嘘です。本当についてけんぐらいすごいカタカナです。すごかった。やっぱ俺もなるほど。 D スクが一番好きで、 D スクのパンツをすごいいっぱい持ってるの。あ、今はね、世界的に人気ですね。どんなセリフも。なんかおすすめなんですか。おすすめ。これかっちょ、これおすすめだな。めちゃめちゃおすすめ。おすすめはですね、はい、ディスクの場合は、はい、結構薄い色がね、おすすめです。今まではこういう感じの、そう、はい、こういう目ですよね、ディスクって言ったら。まあ、これで、この形がこれはセットインって、ここのタイトな感じで、はい、後ろもダーツがあって、はい、後ろで見るとこうやってえぐれるんですけど、はい、この場合ここは今最近新しくなって、はい、後ろが丸くなるんです。だからここの後ろが S 字でえぐれるんじゃなくて、はい、お尻までこういく、ちょっとラフな感じなんです。これが今流行りっていうか、いろんなブランドの流れになる。だから A ライン的なブランド、はい、例えば他のブランドもそうなんですけど、こういう下がこう浮くような感じ。ああ、はい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 。それ嫌だ。こういう感じで。そういうことですか。後ろがね。あ、嫌だな。イタリアブランドのでも昔からの独特のあれだ。これ質子さんに行くお父さんでしょ、これ確実に、ね、なんか天気屋当社でしょ、これサイズが合ってないの、これ48ぐらいじゃないの。まさにやがおか、これちょっと俺じゃないよ、ね、もう確かに、これを着るとね、いろんなイタリアの、それかっこいいじゃん、まあ、このペイントはめちゃくちゃ人気ある。そうですね、これはすごい人気あるよ。ご存知で人気ある。一応このタイプ人気に弱いと、このタイプのデニムは考えてちなみにこれグラフライスですか。12万7000円。着る？かっこいい、デラかっこいい。
かっこいいな。ベラかっこいい。でも着るかって言われたら着なさそうだけどね。自分で合わせなさそうじゃないですか。めっちゃかっこいいです。そうだよね。いつもタイプ。50で着れない。なんかかっこよくないんだけどっていうターンしてきたんだけど、何そのなんかダサいんだけど、すごくダサい。本当にダサい。いや、あの、もっとそれね、世界のセレブがよく買うんだよ。で、一回クリの、クリロナがさ、買ってさ、めちゃくちゃ人気が出ちゃってさ。クリロナってか、クリオネしか知らんな、俺。クリオネ なんかそうね、確かにディープなの、泡でもいいし。そうですね。あら、あらまほや、あらまほや。いや、俺、多分、半年に1回ぐらいしか。そうだよね。そうだ、臭くなるから。あ、そうそうそう。焼き鳥屋みたいなところだもんね。そういうことはね、ドラムラ臭いんですよ。リンスクエアードは結構洗ってた。ああ、まあそうですね。裏返して。僕はすごいセクシーだな。これは違う。それね、うん、難しいと思う。本当、うん、俺らの年で合わせるのはちょっと難しいかもしれない。可愛いね、うん、めちゃくちゃ可愛いよ。しかもこのプルオーバーがめちゃくちゃ流行ってるからね、今。じゃあ見ようぞ。ああ、似合う、うん、めちゃめちゃ似合う、うん、ああ、ちょうど10万、ジャスト10万。いや、俺あれ来た時に思った。俺こういうのないと思ったけど、あこれね、いやちょっと理解してもらいたいんですけど、ディスクエアードって、うん、多分今年春夏なんですけど、はい、どうしてます。これ夏着てるの。春夏なんです。あーバーカ SS なんだ。じゃあもう最新なんですね、これは。いや、いつ前からそうなんですけど、はい、この春夏でこの仕上げと長袖だけど夏この仕上げだね。うちらだけだけど真剣な話してるこっち。そうだね、結構寒いね。あー、そっかそっか。そういうのもカラーだから。あ、でもめちゃくちゃかっこいい。それ綺麗だね。大体そういうの多いです。まあ今の時期だったらまだちょっといいんじゃない。今日とかこういう雨の日で寒いとか、ね、ちょっと薄めのジーパン履いて。あ、ベラかっこいいそれ。あ、じゃあマジでめちゃくちゃ嫌なんですけど。で、コレクション見てもらって、はいはい、これだ、このサイズは。そうでない、ない54。ちょっとこれちょっと、じゃあ堀にしようかな、うん。短パンどうですか。短パン、短パン、ここら辺の短パンはちょっとやばい。どうですか。暑いですね先生。あ、先生間違えた、間違えた、学校の先生。 M ぐらいですね。すいません、これ参加ありますか。これあそこはやっぱ売ってる。お見苦しいんで。おじさんの下着姿、おじさんの下着姿、お見苦しいんでね。あ、これね、あ、これ違う、似合う、安い、これいいね。安いよ。いや、長さ、これこういうのが欲しいんですよ。前に言ったじゃないですか。俺この幅がでかいのみたいな。ダメって。ああ、それかっこいいよ。昔は柄に柄がダメだっていうセオリーがあったけどさ、今もう柄に柄を合わせるっていうのが。うん。おしゃれ上級者。そう。やかましいわってなるけどね。ちょっとやかましすぎ。これね。これちょっと。うん、やかましい。だいぶやかましかった。大阪じゃん。大阪以上にやかましいわもう。あー、なるほどなるほど。こっちはセンスあるな、これは。こういう柄とかだ。普通のちょっとうるさいんですけど、こっちのまだまだ、まだいいですね。まあ、その靴がちょっと嫌ですけど、私は。そうですね。こんな感じです。さっきよりは、夏ですね。あ、いいな。さっきよりはね、あの柄を締めなくてもいいんじゃないの。スターバックスは外のところにいそうです。外から飲むようなところに。あの、まずなんかスターバックスっていうのやめてもらっていい。おじさん感すごい出てるから。外のなんかあのカフェ外みたいなやつがあるじゃん。テラスね。テラスでコーヒー飲んで、そのやつ。お金なの社長おすすめ、はい、出しましょう、はい、今年のテラスではそれが増えたと。はい、いいじゃん。いや、ほんとに8万5000円だね。これは、プリカファイル13万。あくまで言うけど、綺麗にシーペースだもん。このシャツは、結構可愛く凝ってて、1万9000円。ちょっと、フェラフェラにしよう。そうなんです。こっちくらい。これめちゃくちゃ可愛いね。楽しいな。買ってきますよね。下短パンでも、ジーパンでも、メンバーでも。短パンに長袖でいいですよ。短パンに半袖だと本当に
本当に縄文戦で縄文戦で、あの、雰囲気だった、ビーツだったみたいな。ああ、本当に。これがめちゃくちゃかっこいいじゃん。ちょっと緩いんで、緩いと、あの、46なんですけど、ちょっと緩いと。で、ディースのこのバージョンも必ず出る定番のアイコン、アイコンだけでコレクションがあるんで、うん、そうそうそう、これがいろんなとこについとるの、このアイコンがさ、うん、ここについとったりとか、アイコンだけのね、うん、帽子も売れてます。ああ、売れてる。アウト。そうですね、アイコンで、ディースク同士のこれだよ。ああ、ディースクのやつオッケーみたいな。そんなベロは出さんと思うけど開いてるって言ってる。ちょっとあの白パンだけ最後持ってきますよ、じゃあ、はい、じゃあ履いてみよう。はい、濃いんだけどな。サイズだったら欲しいぐらいですか。欲しいぐらい。坂本さん全然サイズなさそうですね。いや全然いいと思う。うん、一緒だ。後ろの体マークがちょっと下になっちゃうで。あ、そうか。うん、全然めちゃくちゃ多いです。これ着とる人なかなかいない。言わないわ、うん、これ買えるか言われると、あ YouTube が変に乗っちゃって買えると、あ映えるから、だから買おうかな、かわいい、普段買えるから。それにこれ着てみてください。さらにこれ着ても、うん、社長商売上手だわ。そんなに重ねちゃって。これ夏じゃないじゃん。夏じゃないけど、上着はやってきた方がよりかっこいいんです。ほんとだ、あ、かっこいい。だからリュースキャードは重ねてください。どんどん、だからあの結構緩くなったりタイトになったり2種類になる。緩くやつはもうどんどん重ねる。へー、デニムにデニム、これはかっこいいわ。かっこいいね。うん、いい。いや、カジュアルに見えるけど、顔かわされちゃうぞ、これ。それかっこいい。重ねるといいこんな感じ。かっこいい。めっちゃかっこいいじゃん。イタリア人かっこいい。イタリア人こうやって大体。ああ、確かにイタリア人っぽい。めちゃくちゃかっこいいでばちゃん。うわ、なんだった？12、13万。いや、23万じゃないよな。これ北海道ちょうどいいんじゃないかなばちゃん。店員さんよりも坂本さん推しがすごいですね。坂本推しもすごいねこれ。かっこいいけどね。俺の中でじゃあちょっとでかいものあれですよね。 T シャツだけだと、もう一回 T シャツだけで着ようか。これはかっこいいかった。 T シャツでも全然合うと思うよ。かわいいこれ。ああ、なんか、そう、うん、こういうのでもさ、でもかわいくないですか。でかいんです。うん、違う、あなたそれ私にはでかいんで。私そんなでかい、オーバーサイズに着たくないんで。これ着ても大丈夫。うん、着てみたいか。いや、 T シャツ本当俺ね、D スクってさ、ばちゃん、うん、何でも合うと思うんだわ。あ、そういうこと。うん、ロレックスと一緒で、どんな服でも合う。そうですね。いやいや、まあ、マジでそう思いは出ても。もう坂本さん、ここで働いた方がいいですよ。これ、坂本ちゃん、ここで働いた方がいいんじゃないか。いや、それマジかっこいい。あるか、じゃあ、社長、こんな、折りますわ。社長、頑張ってください。もう頑張るんで。サイズがあったらマジで欲しい。これはいい。俺と子供が本当に今年は考えたい。絶対ですよね。一番のおすすめ。これ、しかも色がいい。全然これ2人がかりでなるすごい。ジーンズ買うわ。でも多分お好きなんですね。お好きですね。めちゃくちゃ好きなの。服好きっすね。そうそうです。だからもう本当坂本さんの服めっちゃ可愛い。あの、そう思いますよ、だって。こういうのって何ですか？在庫残ったらどうなんですか？残ったら返せない、返せない。さっきみたいに値段安くして上手。ああ、そういうことですね。ああ、これみたいなもんじゃないですか？これ売れる、これみたいなもんじゃないですか。これは売れるよ。いやいや、これは売れるよ。あ、じゃあこれはね、マジで絶対売れると思う。これは新着やないですか。何それ。スリだ。マイケルスリだ。またこれ買ってさ、アメリカのなんかテレビでバーンって握れて、逆に高く売れる。あ、そういうこと。もう売る前提の話で。いるわ。買います、社長。ありがとうございます。ファイナルいいですか。グッド。これは、あれ、青森持ってるね。はい。その、いや、その値段の生地じゃないですね。そう。じゃあここでミオは第2弾使ってますって言って。安い生地じゃない。安い生地じゃない。もう何千円で買える生地じゃないですね。よくご存知。はい。
とび職の方ご参加お待ちしております。皆さんちょっと急遽ね、服を買ったらもうみんな盛り上がっちゃって、まあ社長まで盛り上がっちゃって容器買い付けさせられましたけど第2弾今が下でレディースコーナーですね、はい、2日連続にわたってちょっと放送させていただきますので、はい、よろしくお願いします。レディースコーナーもちょっとじゃあ聞かせてもらおうか。レディースも着るんですよね、あなたが全部破れちゃうで、社長さんで、で全部買い取りで結構女性も結構可愛いのいっぱいあるから、はい、ぜひ皆さんまたそちらの方も見てください、はい、お願いします。 あと別件ですると宣伝ですけど、はい、足場材を買い取りとか始めて、もしかしたら工具とかの買い取りも始めようかって言って今ちょっと動いてますんで、ぜひそちらの確認も、はい、あとイベントがオンラインセミナーも開催しますので、はい、ぜひそちらの方の参加をお願いします。あとゴルフイベント、ゴルフイベントはい、まだそれももう残りますか本当にわずかです、わずか、ぜひ参加お願いします。はい、せーの、まだ見てーねーありがとうございます。